サラウ日本史へようこそ。はい、今回はですね、私日本史の宮崎生をお送りします。えー、総計対策日本史のですね、えー、ハイレベル用語シリーズの第3回目ということになります。えー、ではね、えー、早速行きましょう。えー、さて、1番目です。平安京も平城京とほぼ同じ構想で都市づくりがなされたが、ラジオ門を挟んで、東西2寺が、えー、いわゆる当時と最時ですね、平安宮の南に制して、 新千円というですね、えー、その方が金煙があった。また天皇の居所は、十世紀後半に全焼して以来、たびたび火災に見舞われたため、えー、貴族の邸宅などに移り住むようになり、空欄と呼ばれた。では空欄 R に当てはまるようを選んでみてください。これ形容の問題です。では5秒あげますから、どうぞ。はい、ということで答えは、ドン。はい、里大この3番ですね。 えー、里代理っていうのはですね、平安京における、いわゆる仮の御所のことなんですね。で、多くは外籍のまあ、屋敷なんかに住んだことが多いです。炎牛天皇の時に始まり、え鳥、ー、羽天皇以後は里代理が天皇の平城の居所となっていきます。で、後に五代後天皇時代に、それが納得できないということで、大代理、巨大な代理を造営しようと計画するんですが、 その結果皆さん諸国の武士にですね、えー、増税するため反発を買っていくことになります。では次いきます。2番目。死の空欄 F はすでに藤原教団会で起付されていたが、平安時代になるとそれが徹底化され、貴族社会では死や地に対する空欄意識は肥大化した。意外にあ,あーと思うのが答えです。意外に埋まらないと思います。ではまず空欄に当てはまる用語を5秒で考えてみてください。どうぞ。 はい。ということで、答えは、はい、これです。ドン。汚れです。えー、穢れって何かって言いますと、人が死んだり、血を出したり、出産、出荷によって発生すると考えられるものです。えー、平安貴族によって、汚れ概念が肥大化され、汚れを極端に寄出するため、えー、そういう風潮が高まります。例えばですね、えー、今でもほら、人が亡くなると、森福ス、家にこもりますね。 これはこの時の流れです。見てください。一定期間自体にこもる。物意味。それと同じようなものなんですね。えー、そしてほら、お葬式なんか行くと塩をまいたりするのもあったりするじゃないですか。あれもすべてこの汚れの流れとして、今でも残っているものとされているんですね。えー、そしてですね、女人結界といって、まあ女性をほら、やっぱり出産したりとかね。あとほら、ああ、まあいろいろ。 え、整理もあったりするので、まあ、血が流れるということで、まあ、えー、汚れ的な、あまあ、別室的なあ、当時の見方があったんでしょうね。ですから、えー、特定の、いわゆるパワースポットには女性が入れないところがあったんです。これを女人結界なんて言い方をするんです。えー、そこでですね、例えば比叡山とか、高野山とか、大峰山、そういうところは入れなかったんです。だからどうしたかというと、高野山の代わりに先ほど、室寺というのがありましたね。えー、一回前の授業でやってますがね。えー、女人荒野というふうな話を一回前の授業でしたと思います。 それはなぜかというと、高野山なんかにほら、女性が入れないため、女性が入れるところとして存在したということなんですね。えー、こういうふうな女人結界と、あと、汚れ。まあ、こういう言葉はですね、あまりそんな昔は出てなかったんですが、最近はちま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 こうやって問題にも出題されたりとかしてます。まあ、実際に教科書や用語集なんかも出てるからなんですね。ですので、まあ、一回は頭に入れておくといいかなと思います。では、次いきます。 3番目です。はい。加賀の藩主の前田つのさんは、京都の寺院に、えー、伝えられた荘園環境を中心とする古文書を、多数の上質な木箱を寄進して分類保存、えー、したと。それらは空欄百号文書と呼ばれ、えー、荘園や考領を研究する上で貴重な資料となっていると。じ空欄 C に当てはまる用語を、はい。皆さん5秒で考えてみてください。どうぞ。 はい。ということで、もちろん答えは、ドン、当時です。まあ、普通はこれ、当時百号文書ってね、えー、ここまでで覚えますね、これね。で、これは京都の当時というお寺にね、伝わる古文書で、ね、加川の藩主の前田沙りがね、100個の箱、まあ実際は93個なんです百100個の箱に収納したから、百号文書と言います。で、えー、実はここにはね、えー、皆さん有名なあの、日後の国のカノコギのシという章への資料や、 そして、永遠の特性でですね、なんかの資料の出典としても出てきています。そして、今回もう一つ注目はここです。実はこれね、世界記憶遺産なんです。で、えー、まあ、例えばですね、えー、世界遺産と言ったら、例えば法隆寺とか、姫路城みたいな建物とかありますね。あれは文化遺産なんですね。あれ、きえー、世界文化遺産。世界遺産だけで文化遺産です。こちらは世界記憶遺産というもので、世界遺産だけでちょっとシリーズが違うんです。でもこれも世界遺産なんです。 で、意外にこの世界記憶遺産の方の世界遺産ってなかなか知らない人が多いと思うんです。ですので、今回これをきっかけにちょっと今から見ていこうと思います。ドン。えー、日本にある世界記憶遺産。まず一つ目がですね、山本作兵衛としてが書いた炭鉱記録画で、ね、これは2011年一番初めて登録されたものなんですね。えー、畜丹田の、まあ、炭鉱画なんです。ちょっと見ていきましょうか。ドン。これがそうです、えー。この炭鉱の記録画なんですね。 はい。では、続いてですね、えー、御堂未同漢舵。あの、未同漢舵ですよ。藤原道長の日記。あれも世界遺産なんです、実は。そして次に、はい。えぇ、ー、京剣豪施設関係資料。これ何かというと、仙台藩主の伊達政宗が施設として派遣した、長谷倉常長関係の資料です。えー、ローマで受けた、ローマ氏のですね、えー、公民のお、いわゆる証明書ですね。 その他、その肖像画、長谷倉さんの肖像画や、ローマ教皇の肖像画や、キリスト教の細部などがそうです。ちょっと見ていきますと、これですね。まあ、これを言う、これ長谷倉さんの肖像画、まあ、こういうものを含めてたくさんあります、その関係資料ということになります。はい、その他ですね、マイズへの生還というものがあって、これ何かシビリア抑流などされた日本人が本国へ引き上げた時の記録です。そして、当時100号文書、これが今出てきたものです。 その他、あ、孔付け賛否というのがあってですね。まあ、孔付けの国、現在の群馬県に存在する3つの石碑です。これを孔付け賛否と言います。えー、で、日本に18例しかね、現存しない古代のですね、この7から11世紀の石碑の中で最古の石碑群と言われています。その他、はい、朝鮮通信誌に関する記録もそうなんですね。2017年ね。えー、いずれにしても結構最近ですね。これ、日韓共同申請の物件とされています。 ということでですね、実はこのような記憶遺産というものもこうやって結構あるのでですね、ああ結構有名どころもあるんだなって感じでね、目を通していただけたらと思います。では次行きましょう。さあ4番目です。藤原のゆきは和洋書道を完成させその子孫は空乱牛と呼ばれ農書の家となった。では空乱に当てはまる用語を5秒で埋めてください。どうぞ。 はい。ということで、早速い行きましょう。答えは、はい。世尊ン流ということになります。はい。まず、世尊寺流というのは何かというと、この藤原幸成ですね。の、後のその末流の人々が伝えた書風で、まあ、16世紀前期に証明したとされます。まあ、三世紀。昔はですね、右側の字だが、最近はこちらの字を教科書なんかで当てていることが多いですね。和洋、まあ、日本風の崩し字の名人です。小の道風、東風の秋葉城と屏風台。 藤原の助政マサの離択状、そして藤原のいきなり高税の白紙紙官その他日記、言記ってのもあります。で、今回この人が世尊寺流の外されて出てるよってお話です。はい。では、次行きましょう。ドン。はい。5番目です。5番目。注目すべき要因は、金文字の発明があると。この一字一音の文字は、漢字の一部を取って考案されたカタカナと、漢字の空欄から変化したひらがなとがある。 では、空欄エッジに当てはまる用語。ちょっと難しいかなでは、5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では、早速いきましょう。ドン。はい。答えは、総書体もしくは草柄、相対柄とも言います。まず、キーワードとして先にこのフレーズを覚えましょう。はい。えー、金は和歌を除いて公的には用いられます。基本的にですね、これ、えー、覚えておいてください。結構これね、正語問題な中かで使われます。 だから、というのはあくまで公的に使うものではないんです。そして、ひらがなとカタカナがあります。ひらがなは、はい、万葉仮名のですね、草書体にあたる草柄を簡略化した文字。だから、答えはこれなんですね。草柄まあ、草書体でもいいです。とりあえずね。はい。で、特に女性が使用します。それに対して、カタカナは漢字の一部にあたる、変や作りや冠を表文字としたもの。特に男性が使います。 で、今回のこの5番の問題は実際にですね、慶応の問題なんですが、慶応の問題の別の問題ではここ、この部分、この部分を空欄で記述で抜いてる問題もあります。だからこちらも一応ね、なかなかこれ書けないですよね、これね。一応だからちゃんと見ておいた方がいいと思いますよ。はい。ではちょっと待ってくださいね。ドン。現実的に見ますまず上。上がほら、カタカナですね。カタカナはほら、この一部を使ってるってやつです。例えば、ここですね。はい。 えー、この、ここ、これが、はい、絵になったと。えー、これが、カになったってやつですね。はい、で、この、うかむりが、はい、これがうになった。人便がいになった。そういうやつですね。それに対して、下は、崩し字ということですね。この、保もすという字が崩されて、ほになった。えー、人が崩されて、にになった。波が崩されて、ほになった。えー、これが、もってが崩されて、いになった。ということで、まあ、このね、えー、作られる過程が違うよということです。 もう一回戻すと、だからこれがはい。カタカナはほら、変作り冠いうことですね。上はこの総書体が崩されて簡略化したということですよね。はい。では次行きましょう。